とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー初見攻略です。今シーズンは30回。いきなり広告か。8入れとこう。8を入れていきます。ガードが、ガードが出てくるとちょっときついけども、どんな感じになる？あー、ちょっと待って、上にエンチャンター1体。いや、もうちょっといるぞ。でもこんなもん、あ、こんなもんですね。はい、まあまあ1回余裕。次、おお、いや、もうこれはもう間違いなく影の断片ですよ。影の、おお、いきなり最強のアーティファクトが出たんで、いや、今回楽勝じゃないですか、これ。もしかして、もしかしてだけど、これは多分楽勝な気がする。あー、なんか嫌な場所嫌な場所。 OK、待て待て待て。よし、8行って、でこっちにもいるんでしょ。おお、ナイス、いいね。で、上にあと何体かいて終わりっすかね。え、1体だけ。おお、8が多分片付けてたかもしれない。楽勝っす。あー、いいね。釣り竿がある。でもここはバーストクロスで間違いないでしょう。いきまーす。あれガード出ない。あー、結構痛いな。敵の火力が結構高めです。おお、でもそんなわらわら出る感じでもないし、大丈夫か。そうでもなさそう。はいはいはい、終わりだ。なるほど、火力が火力が若干足らん。3回クリア。あー、なるほどね。まあ、うん、虚無の矢筒を持っていきましょう。はいはいはい。おお、ナイス。おお、いや、余裕だよ特に問題はなさそう。いや、めんどくせえ、こいつら。めんどくせえ。でも、うん、このバーストクロスがかなり強いので問題はなし。はい、終わりかい。うん、いや、全然楽ですね。いらんかな。はい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 。ここはもう遠目からの弓で余裕でしょう。うん、いや、もう153本、うん、全然あるんで。めんどくせえ、こいつ。はい、ナイス。危ない危ない危ない。クリーパーうまく使っていけばすごいね。お、来るね。結構来るよ。おしおし、結構敵多い、敵多い。うん、でもまあ弓使っていけば全然余裕だね。いらんかな。ちょっと近接武器が不安なところはあるけども、まあまあ大丈夫でしょう。まだこの弓が強いのでね。危なっ。よし。あ、でもこれね、段数結構持ってないとちょっと厳しいかな。 OK、 ナイスパン。まあまあそのためのこのね矢筒ではあるんでしょうけど、うん、矢筒があるから持つね。うん、大丈夫。はいはい。終わり？終わりかい。6回クリア。変えようか。いやでもなあんまり好きじゃないんですよね、この武器。ソウルもあるし、雷の杖で行こう。うん、いやどうしてもね、あのね虚無剣好きになれないんですよね。リーチがねちょっと短すぎるんで、あのユニークの方だったらあれだよね。お、ここ厳しいな。ユニークの方だったら、あ、おい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 、レイスもいた。レイスがいるんかい。なるほど。いや基本的に遠距離からの弓でいけそうなんだけど、こうまさかレイスが隠れてるとは思わなかったよ。よし、オッケー。いたいたいた、お前だよ、めんどくせえのは。いやー、逃げられた。もう敵多いな。いやこれちょっとあれだな、雷の杖失敗したわ。これだったらそうね、虚無剣にして苦手でも持っていった方が良かったな。いやーちょっとこれ失敗。武器変えよう。あ、ちょっと待って、こっちがいいわ。山猫だわ。これ間違いなくこっちが強いじゃん。失敗です。まあ仕方ない。いきます。蜂入ってるよね。蜂入ってるんだよね。なんで蜂が、おいおいおい、嫌な場所、本当に。待て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 、ちょっと待って、ネクロマンサーいるじゃん。ネクロマンサーいるよ。マジか。危ない危ない危ない、これ。本当に、いやいやいや、これ武器変えなかったの本当にね後悔してます。いやいや、これ初期武器でここきついって。うん、いやいや、これきつい。溺れたネクロマンサーいるでしょ。いやまさかのね、ネームドがいるか。まさかだわ。まあまあ雷の杖あるんで、これで一発ガツンとやってあげれば倒せるんでしょうけども、うん、あ、まあまあまあ、うん、倒せるわな。 OK、危ない。いけ、ナイス。いいんじゃない、いいんじゃない。うんうん、初期武器でもなんとか考えればいけるわ。愛のメダル欲しいけども、テンペストナイフだな。うん、愛のメダルも欲しいけども、まあ、我慢しましょう。これ武器、でも強くねえな。ちょっとでも武器を強化しとかないとちょっと無理だわ。はいはい。いやでもこの最初にね取ったバーストクロス、うん、これが強いから。おお、ハマってるんかい。いやいや弱えな弱えな。いや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 、これすごくない？敵の数がさ。よし、オッケー。いや、よし。結構ね序盤敵が多くて難しいかもよ。よし、オッケー。うん、でもいかんせんこの武器がねあんま強いのがないんですよね。それがちょっと問題かな。もうちょっと強い武器があれば楽なんですけども。次商人。いい怒りじゃないな。ユニークだったら嬉しい。ユニークオッケー。でこれ山猫をパワーアップさせていいでしょう。でボスマジかああ、でもよ、もうめんどくさこいつ。もうこいつもう本当に嫌い。これね、稲妻のじゃない、雷の杖あるからだいぶ楽だわ。ただ近接火力がなさすぎるのかな。いや弱すぎる。 OK。 でも虚無らせて雷の杖使って速攻で倒そう。速攻で倒せるかは分かんないけどね。速力早めに倒したい。あっ、いやここは少し前に出た愛のメダルがなかったのがちょっと悔やまれるけども、あれは取れなかったもんね。近接武器が取れないから。ちょっと待って、あっちにいるやん。いやいや、あいつはいい。ある程度減らしてから、これぐらい減らせるかな。もう一回か、いくぞ。おーしよ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 し、うん、2ターンでいける。2ターン。もうただただこいつらがもうめんどくさい。このミニゴーレムがなんなんこいつら、硬すぎるっしょ。よし、オッケー。よーし、あいいか、大丈夫か。虚無の矢筒を使ってしまったけども、まあまあ回復するでしょう。よかった。この段数が結構今回あるので、それが結構助かってますね。もう出過ぎだって。よし、オッケー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 。よし、確実に仕留める。こんぐらいだったら全然倒せるね。でももうちょっと減らそう。次いきます。オーケー。なるほど。ここで雷の杖を取ってよかったと思った。うん、道中ちょっときつくなったけどもテンペストは早く倒せるんでそれは良かったね。あ、もう武器変えよう、武器変えよう。よくない。テンペスト早く倒せるんで、そうね、道中の落差を取るかテンペストの落差を取るかどっちかだわ。ああ、いやいや、まあ、テンペスト早めに倒した方が周回としては楽になりますかね。うん、おいおいおい、すごいな。よし、すげえな。あ、でもここで草刈りすればソウルたまるんでですね。草刈りしていけばソウルがマックスまでたまりますな。オッケー。ドラでしょ、間違いない。うん、ドラドラ。ドラは唯一なんでね、絶対取った方がいい。よっしゃ。出るね。おおおお、スライムゾーンか。スライムだったらば矢筒は出ないか。いやでもまだいるはず。もうちょっとね矢を増やしたい。122本じゃちょっと少ないよね。危ない危ない。はい、クリーパー来てる。おいおいおい、減りすぎた。ちょっと待って、クリーパーいる。クリーパー結構隠れてるぞここ。うん、待て待て待て、まだいるっしょ。いるね。危ない危ない危ない。でももう使って突っ込め。 OK、 よし、バッカ、よし、よっしゃ。ちょっとリープリーフ多くない？多いよ。よし、終わり。はいはいはい。でももう弓のね火力がないので弓を変えたい。さすがに序盤に取ったやつなんでもうちょっと変えないと厳しいぞ。でもこれじゃないんだよね。違う。で、ここ。はいはいはい。よっしゃ。オッケー。ここ草刈りできるとこいいね。ソールたまるんで。よし。はい、て。できれば、ある程度無傷で行きたかったけど、仕方ない。よっしゃー。オーケー、いいね。やっぱこっち側にも出るのね。シャッ、オーケー、いいよいいね。ちょっと待って、リープレイフ来た。よし、オーケーオーケー。いや、もうなんか今シーズンなんか全体的にさ敵多くないかい？結構敵が多い気がするんですけども。よし、にゃっ、オッケー。上をある程度、ちょっと待って、危ねえ。ドラマになってよかった。よし、あと23体で終わりでしょう。あ、スライムいるね。よかった。やっぱある程度、扉が閉まってる間に片付けると楽だね。いや、いいか。てか俺、あれか。エンチャント入れてなかったのか。エンチャン入れないとな。それよりも、クールダウンとポーションバリアからまずは入れていきましょう。で、虚無あるのね。虚無多めで。はいはい。武器に入れとかないと意味ないじゃん。入れないと。もうどうせ多いんでしょ、敵が。結構出るんでしょ。出るね。よし。これ下に出るな。この下にいると結構面倒いんだよな。ここ愛のメダル欲しい。愛のメダルあればね、向こう側半分ぐらいは片付けれるんですけども、仕方ない。煙らせて、これで片付けていきましょう。もったいないな、スイカ。ちょっと待って、えらい減るな。もう耐久力がない。もう耐久力が足りてないのかもしれない。終わり？よし。やばい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 。めちゃくちゃ減った。危な。いやー、いいか。回復していこうと思うんですけど、まあいいでしょう。回復よりも若干なりと火力の方がいいかな。これボーナスショット入ってるんで結構多めに虚無を配れるので、これでいきましょう。で、星なき夜がいいな、やっぱりね。星夜がいい。星夜だったらもうちょっと広範囲の敵にダメージが入るんだけども。待て待て、危ねえ。危な。危ねえ。クリーパーの不意打ち危ない。まだ来るんですよ、どうせ。大丈夫？雲が来るとクリーパー危ないんだ。おしまい。1回だけか。クリーパーの奇襲にはちょっと注意。いらん。で、17回。OK。折り返しですけど、なんかね、なんか、疲れてる。やっぱり最初に、テンペストゴーレムだ。あれが、疲れの原因だな。はい。待て待て。どうせまた出るんでしょ。こっちだろ。出らんか。いや、出た。いや、分かってたよ、出るっていうのは。まだ来る。いや、違う。終わり。はい。17回終了。ネクロ2体ね。まあ大丈夫です。今持ってるやつの方がいい。変えよっか。森の矢筒にしちゃいましょう。で、虚無を多めで。いや、ガードストライクいらん。はい。近接火力ももうちょっと盛りたいかな。ちょっと近接火力もうちょっと欲しいな。 OK、 いいね。でもまあまあまあまだ足りてるね。うん、キーパーはもう来ない。いやちょっとね、火力よりも防御力だ。うん、危ない。あ、終わり終わり終わり。商人がそろそろ来てほしいですけどね。ナイス商人いいな。でここで防具を上げましょう。どっちだ、パワーいいね。ナイスでボスか、あ違う、ボスじゃない、いいか。はい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 。お、危ね、危ない危ない。はいはいはい、いつもの感じね。いやもう火力がない。どうせエンチャンターがいてきついのよ。 OK、あれいない？あ、うっそ、思いっきり食らった。あー、いた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 。よしよし、まあまあさすがに今よし防御力を上げたんでそうやられることはないですよ。はい、20回クリア。あーでキノコか。取ろっか。うん、キノコでいきましょう。ちょっと森のやつはとい、ちょっと待って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 、2体いるね。よし待って、よしよっしゃ、オッケー。ちょっと待って、ミニゴーレムがいるぞ。こいつもいるんかい。いやー危ねえ。まあまあまあ、うん、影があるとね断然余裕でしたけど。はいはい、これ装備次第でこうきついぞ。よしはいはい、ここネクロとミニゴーレムが来るんでちょっと厳しい。で弓変えたい。なんか弓ないっすか、弓。ああ、うん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 、コブでいいね。うん、ナイス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 。テンポとマルチぐらいでいいっすよ。こっちに虚無入ってるんでガスト入れろ。ふわっといきましょう。ナイス。ちょっと待て待て待て、嫌なやつ。よし、嘘でしょ。おし、お、ミニゴーレムまで来るんかい。なかなかの場所だな。よしナイス。またもうネクロいるね、結構いるね。よしあ、でもキノコいいな、やっぱりキノコ強い。うんでボールにクールダウン入ってるっていうのもいいね。終わり。おお、いやこれ装備次第でここきついよ。影の断片あったから結構楽だったけど、ないとつらいな。あーああああ、いいでしょう。変えていきます。あ、でも虚無がないのか。虚無がないんだわ。そうか、ボス専用になんか虚無欲しいけどね。あれ出ない、こっち側。いつもと感じが違う。あーでソウル貯めよう。ちょっと影の断片は使わずに持っときましょうか。ちょっとソウルを貯めて、あ、出た出た出た。ソウル貯めをしていきましょう。ワンパンワンパンいいね。こっち多いな。よし、おお、こっちにもまだ出てきてる。おお、多いね。敵は結構多めっすよ。よっしゃ、よし。ここを倒して終了。これはいらん。ちょっと待って、ボス2体倒してないよね。ボスまだ1体だよな。え、ボスが最後に2体同時に出る感じか。 OK。 やっぱテンポセフトいいね。テンポセフト強え強え。よし、出るなあ。結構敵が最後まで湧いてくる。よし、あーでボスだ。あ、カトラス変えよう。虚無ついてるし。えで、えガストかノビですね。なら虚無はいる。これでいこう。どこに出るか、多分下。下だな、これ。いた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 。 OK。 めちゃくちゃ強い。1体だけ。 OKOKOK。 あ、おお、いいよ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 。これはいい武器が手に入ったで商人。武器は今変えたばっかりだし、これ防具でいいね。何がついた。おお、いいね。いいんじゃない。しかも2だったし、なんか嫌っぽいところ。そうでもないか。なんかパワーガードとかが出てきそうな気配はある。エンチャント入れろ。衝撃波。やっぱこのカトラスのね、この衝撃波よ。そこに入ってるとちょっとずるいぞ。 OK。よし。カトラス自体はねそんなに火力ないやつだけども、このエンチャントとの相性よ。終わりかい。別に強いやつ出てこなかった。うん、いいな。うん、いりません。んでおおおお、はい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 、わかったわかったわかった。エンチャンターとクリーパーが結構出てくるところじゃない？ここ、これ橋の上、橋じゃない、橋じゃないけど。待って。いや、これ使った方がいいな。しゃあ。オッケーオッケーオッケー。影の断片で一気に叩けば余裕だった。よし、いい、いらんで、最後ここか。よし、一応ボス戦用にボールは溜めときたいんだけどな。敵が多いな。でしかも嫌なのが結構いる。すげえな、ここ数がすごい。あ、でも使わずにいけそうね。終わりでしょうもう。お、危ない。よし、いやー微妙だな。そうねー、いらんかな。なんだ、邪悪なレースはちょっと勘弁してほしいけども。ああ、入らないか。オッケー。何が来る？一体。おい、こいつうっそでしょ。やっぱり邪悪なレースだった。あ、だったら壊れたビーコン使ってガーって削ってやってもいいね。オッケー。よし、削り切りたい。無理か。あー、ちょっと足りん。あ、いけた。終わり。うん、まあ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 なかなか、うん、時間のかかるタワーでしたね。クリアです。なんだ、旋風にこれも22か。なんだ、いりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。